はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。サンリオショップ限定のキティ仮面ライダーファイズコラボ商品です。はい、もうこの絵面がいつものレオンチャンネルと違いますが、これね、いつの間に発売してたんだろう。春ぐらいにキティとファイズのコラボアイテムが出ますよっていうのは、 ネットでで見てで今調べたら5月9日からゴールデンウィークぐらいから販売してたみたいで全然サンリオショップに行く予定はなかったんですけど別の要件で歩いてたら店頭在庫限りみたいな感じになってて店頭にあったやつからピックアップしてね1万円分買ってきましたので開けていこう てかもうこの袋がめっちゃ可愛いんだけどさ、なんでこんなにキュートな袋になってるかっていうと、これと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 ピックアップしてレジに持ってったら、プレゼント袋どうなさいますかって聞かれて、あプレゼントと思われてると思って。<laughs> 全然私物だったんだけど、ああ、じゃああの一番可愛いやつでって言ったら、あのこれにしてくれました。<laughs> でもめっちゃ売れてて、本当にもうあんまり在庫がなかったんだけど、発売してね、なんで2ヶ月ちょっとぐらいで、 なくなるってすごいよね。まずこれがトートバッグで、これはファイズ、デルタ、カイザーの絵柄があって、まあ、とはいえ、がっつりキティちゃんと合体してるんですが、とりあえずカイザーをセレクトして買ったのと、近づいてみると、こんな感じで、草加感出てるかなもうちょっと、悪いが、キティちゃんに悪い顔して欲しかったところだけど、色としてはブラックにパープルで、ラバープリントかな 中は特に何もなくて、後ろも無地で、タグがね、かっこいいといか可愛い,いのよ。これがフルカラーのカイザキティですね。 で、こちら側には何が入ってるかというと、まずはこれだドドー <laughs> はい来たキティちゃんとデルタのコラボぬいぐるみでございます。あえてデルタ選んでみた他のやつもあったけどまだ。これは2500円ぐらいだったかなで、さっきのトートバッグも2500、円だった。めっちゃ可愛くないぬいぐるみですからふわふわで、 ジーニアスと比べてちょうど同じぐらいのボリューム感かな。で、上にデルタの顔があるし、キティちゃん的なリボンもついてて、もちろんね、稼働とかはしませんが、デルタ的なこの、 本体の柄とかすごいしっかり表現されてるんだけど。で、デルタとキティちゃんのフルカラー状態はこうですね。いいじゃん、これ。で、チェーンついてますから、カバンとかにつけることがいいと。可愛くってかっこいいくって。まあ、ファイズ。 が好きで、キティちゃんも好きっていうニーズがどこにあるんだってところなんですけど、まあ、でも売れてたからなさらに、ドドンこれがね、高かった。えっと、iPhone8&7 専用ケースのカイザキティちゃんです。ソフトタイプ。めちゃでかいんだけどさ、とりあえず iPhone ケースあっても面白いかなと思ったんだけど、ただ僕、10なんだよね。10のやつが売ってなくて、 で、セブン、エイト用を買ったんだけど、わなんか、柔らか、おしゃれ。これが要は裏側ですよね。で、カメラの穴があって、表側というか iPhone をはめる側はこんな感じになってて、すごいね。これめっちゃ手触り。3000円ちょっとぐらいしたから、やっぱ高級だね。え、めっちゃいいじゃん。なんかね、いいよ。気持ちいい。え、なんだこれほら、サラサラして、気持ちいいんだろう。ちょっとこう、ゴムっぽさもあるんだけど、 全然匂いもしないし。そしてこれがさっきのトートバッグに映ってたカイザーの絵柄と同じやつで、柄ごとにこのようにスリットが入ってますから、色分けも綺麗で立体感もあるし、 実際スマートフォンをはめると要はこんな感じ。まあ、手の中はまんないんだけど、こう持って、こう電話してたら、あの人キティちゃん好きなんだ。え、誰みたいな。<laughs> キティちゃん何被ってるみたいな感じになりますよね。これすごいいいな。これさ、飾っておいてさ、全然いい感じのサイズ感じゃない。だってこれアーツだよ。アーツと並べてこれくらいのボリュームありますから、ディスプレイアイテムとしていいかなと思って買ったんだけど、予想以上に大きさいい感じ。 大きいものはこれくらいで、あとはもう全部、はい、キーホルダーでございます。それ以外はなくって、これが1個600円で、これもキティファイズとか、キティデルタとか、いろいろあったはずなんだけど、ほとんどなくって、なんと、ドドドンドドドン ドドドンはい。アークオルフェノク <laughs> まさかのオルフェノクコラボ商品。これもさ、すげえいいんだけど、これ。裏側もしっかりデザイン入ってるし。アークオルフェノクな特徴的なマフラーとかも描かれてんのよ。これが600円くらいだったかな。で、プレートもさ、かっこいいしさ。 まあ、いわゆる普通のアクリルキーホルダーぐらいのサイズになってて。で、アークオルフェノクでしょ王からの北崎さんのドラゴンオルフェノク。後ろから見てもしっかり角生えてますよ。ドラゴンオルフェノクの中にキティちゃんがいるような感じになってて。さらに沢田くんのスパイダーオルフェノク。 これも良くない今、売れっ子俳優の綾野剛ですよ綾野剛が沢田くん役でしたから。さらに、中華のスネーク・オルフェノク。表側、裏側で、沢田くんの裏側はこんな感じになってて、 このような4種類を買いました。オルフェノックもさ、ライダーだけじゃなくてキティちゃんと、こんな感じでコラボしてるってすごいよね。<laughs> ってことで僕はこの4つのキーホルダーと、ぬいぐるみと、スマホケースと、先ほどのトートバッグを買いました。キーホルダーも可愛いし、意外とスマホケース実際触るとかなり質のいいものだったな。 そして、もともとどういうアイテムがあったかっていうと、サンリオの公式ページに行くと、もうオンラインアイテムは全部完売済みになってて、5月9日発売で、メインとしては、仮面ライダーファイズのファイズ、カイザーデルタのサンライダーとのコラボアイテムで、キーホルダーこんないっぱいあるんだね。だいたい僕は買ったけど、ウルフオルフェノクとかさ、ホースオルフェノクもある。 あとはサンライダーのコラボキーホルダーとか、これがだいたいどれも600円で、スマホケースはファイズの他に、あとは缶バッジ。あ,あ、ええ、いいな。で、クリアファイルのサンライダーの分があったりとか、トートバッグ、マスコットホルダー、あとタオルですよね。スポーツタオルのこの絵柄のものがあったようです。 そして、プレバンの方で新しく始まったキティちゃんとファイズのコラボアイテムはどういうものかっていうと、あ、そもそもサンリオで売ってたものと違うんだ。あくまでサンリオコラボはコラボなんだけど、絵柄が同じでアイテム違い。まずは、ハローキティ T シャツ。さっきのカークライダーとかオルフェノクの絵柄がありつつ、白と黒の T シャツになってて、他には何がある あ、そっか、ネット販売の方でもう一回来るとかじゃなくて、完全新アイテムだ。アクリルカラビナかなアクリルカラビナだ。おー、いいね。で、さっきの6オルフェノックプラス3ライダーの分があって、これ1080円。ちょっと高いね、さっきのキーホルダーより。他には、絵柄全部同じだな。こっちがヘリンボンマフラータオルで、 結構長いやつで1620円。ちょっとお買い得ない気がする。あとはトートバッグ。あ、トートバッグこっちの方が可愛くない ?4320 円で、どれも10月発送はい、こんな感じになってて、可愛いな。他にはミニトート3456円です。あ、これは使いやすそうだな さっきの店頭に置いてあるやつよりかわいいかもポーチああ意外とポーチとか出かけるときに使うからなモバイルバッテリーとかさ USB の配線のやつとか入れたりとかああこれはあってもいいかもこれ買おうかな面白そうだな2592円結構大きいっぽいしねで10月発送全部10月発送ですよね そう。あ、9月発送のやつもある。ミニクロスは9月発送で、柄は全て共通となっております。この辺も9月発送。こんなところかな。イスルギミソラのバングルはね、高いんで2万円ぐらい。あ、1万円か。1万円するから買わなかったやつだ。あ、でも、今だからこそちょっと欲しいね。<laughs> え、買おうかな。あ、でも在庫がありませんだ。あー。 ダメでしたって感じであなんか他にもまああと他にもいろいろアパレル来ておりますがそうそうこの辺のイエス・ノーとか右に同じだとかさ本日のシェフとかさちょっと欲しくなってきたんだけど賛成だもいいね。 という感じで、店頭でね、キティちゃんとファイズのコラボ商品が売ってるのと、ネットでもアイテム違いが予約開始になりましたので、一応概要欄にリンク貼っておきますから、キティちゃんも好きだし、ファイズも好きだっていう人はなかなかいないと思うけど、まあでも、ファイズのなんか可愛いアイテムが欲しいっていう人は、 これを機にね、買ってみてはいかがでしょうか個人的にはアクリルキーホルダーと、ちょっと高いけどスマホケースいかと良かったのと、ぬいぐるみもね、悪くなかった。あれも、ファイズだったらファイズ欲しかったなーって感じですかね。ということで、サンリオハローキティと仮面ライダーファイズコラボアイテム約1万円分買ってみたの動画でした。